せーの、むにっともちっとゆみまろです。こんにちは。今日はいつも応援してくださっている皆様にご報告の動画です。この度私ゆみまろはじゃが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 じゃーん、ウームのスパークに所属することになりました。イエーイ。はい、YouTube 好きな方はもちろん知ってると思うんですけど、ウームっていうあの事務所があって、あの有名なヒカキンさんとか東海オンエアさん、はじめ社長さん、もう本当に有名な YouTuber さんがたくさん所属している事務所で、私の大好きなパラステカさんも入ってる事務所になるんですけど、ウームの下にウームネットワークっていうところがあるんですけど、そのウームネットワークに入るにはもう収益化できてるっていうことが条件になってて、その条件っていうのがチャンネル登録者数が1000人と、あと動画の1年間過去1年間の再生時間が4000時間あることがあの基準なんですけど、私はねもう動画の再生時間は5500時間ぐらいあって、ありがとうございます、あるんですけど、まだね登録者数が1000人いってないので、そのウームネットワークの下というか、ウームが運営しているスパークっていうものがあって、そこはまだ収益化できてない人たちが入るものになってます。でそこに所属するとその YouTube のサポートを受けられるというか、どうしたら動画がもうちょっとこうなんだろう見られるかとか、なんかねとりあえずその1000人に行くまであのサポートをしてくれる会社になる、会社事務所になるんですけど、そこにね2月の初めの方に所属することに、ね、なりました。もうねだいたい1ヶ月ぐらい前の話になっちゃうんですけど、ちょっとみんなに報告しなきゃなと思いながら、他の動画もね編集したりしててなかなか時間が取れなくてちょっと遅くなってすいません。でもどうしてねなんかそういう事務所とか入ったんですかって気になる方もいると思うんですけど、私本当に YouTube が大好きで、でもこう YouTuber として最初の方は結構趣味で動画を上げてたんですけど、だんだんやっぱり頑張るにつれて見てくださる方も多くなってきて、なんかもっとやっぱり頑張りたいなっていう思いもあって、なんか環境を変えないといけないんじゃないかなって、あと自分に鞭を打つというか、なんかそういうところに入った方がもっと頑張らなきゃいけないっていう、なんかなんだこう使命感みたいなのとかもあって、もう自分に鞭を打つ感じで入ろうと思って入りました。あとはあのオフ会とかもね開催してほしいってたまに言ってくださる方もいるので、まあそういうところに事務所とかになんか所属した方がオフ会とか開きやすいだろうなと思って、うん、入らせていただきました。と言ってもまあ別にねそんなにめちゃくちゃそこに入ったからといってすごい何か変わるかって言ったら変わらないので、これからも応援してくださると嬉しいです。まあ、変わらないというか変わらなきゃいけないんだけど、まあ多分このスタイルは全然変わらないと思うので、もっともっと頑張っていきますので、いつも応援してくださっている方本当にありがとうございます。これからも頑張るので応援よろしくお願いします。あとねもう本当にいつもコメントをくださる方もう本当に嬉しいんですよ。また自分が YouTube で動画を上げたりしてなくて、こう YouTube を見ている時によく YouTuber の方がもうコメントいつもありがとうって書いてるのを見て、あコメントってやっぱ嬉しいんだなって思ってたけど、やっぱり自分がね動画を上げる立場になると本当に嬉しい。なんか自分でこう動画を撮って編集して動画を上げるんだけど、割とね孤独なんですよ本当に。なんか何やってんだろうってたまに自分でも思うんですけど、孤独なんだけど、まああんな編集なんだけど、あの動画をね編集して上げてコメントいただくと、あ見てくれてるんだなってもうね本当に嬉しい。だってコメントなかったら私多分今もう動画やってないです多分、ね、見てくれてる方がいるから、あ動画頑張って編集しようってね動画撮ろうって思えるので、もう本当に皆さんいつもありがとうございます。今年の目標はねあの動画をため撮りしないっていうことだったんだけど、早速動画のため撮りが始まってますので、もうね早く編集しないとやばいんですよ。だって2月に行った雪祭りの動画だってまだ編集してないし、あとねこの間ディズニーに行ったんだけど、ディズニーの動画もまだね溜まってるので、ちょっと頑張って編集します。もう本当に言えない、もうダメなんですよ本当に。頑張りたいと思います。これ私が最近ハマってるファミマのタピオカです。ミルクティーも美味しい。でも今日はカフェオレを買ってみました。
ずっと前から見てくれてる方も、最近登録してみてくださった方も、これからもゆみまろの応援頑張りますので、よろしくお願いします。いつも見てくれて本当にありがとうございます。今日も見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。それでは、むにっともちっとゆみまろでした。見てくれてありがとうございました。ほい。